はい、ノビルブログです。このチャンネルでは Android アプリを作成される方に役立つ情報の方をお伝えしています。今日は Android デベロッパーを徐々に読んでいっています。で、現在どこまで読んでいるかというと、このアプリ、Android デベロッパーアプリの基本、そしてアプリのマニフェストファイルのアクティビティのところまで読んでいます。では続きから読んでいきたいと思います。 Android UI Options、 アクティビティの UI の追加オプション、次のいずれかの値を指定する必要があります。 No、 追加の UI オプションはありません。この値がデフォルトです。 Split Action Bar When Narrow、 ハンドセットでポートレートモードにしたときなど、水平方向のスペースが限られたときに、画面の下部にバーを追加して、アプリバー、アクションバーとも呼ばれる、にアクションアイテムを表示します。画面の上部のアプリバーに少数のアクションアイテムを表示する代わりに、アプリバーを上部のナビゲーションセッションと下部のアクションアイテムのバーに分割します。これにより、アクションアイテムだけでなく、上部のナビゲーションやタイトル要素にもかなりのスペースを割けるようになります。メニュー項目は2本のバーに分割されるのではなく、常にまとめて表示されます。アプリバーの詳細については、アプリバーの追加のトレーニングクラスをご覧ください。この特性は API レベル14で追加。Android Windows ソフトインプットモード。アクティビティのメインウィンドウが画面上のソフトキーボードを含むウィンドウとどのように連携するか、この属性の設定は次の2つに影響します。ソフトキーボードの状態、アクティビティにユーザーのフォーカスが移ったとき、ソフトキーボードを非表示にするかどうか、アクティビティのメインウィンドウの調整、ソフトキーボードのスペースを確保するために、メインウィンドウのサイズを変更して小さくするか、ソフトキーボードでウィンドウの一部が隠れたときに、現在のフォーカスを表示できるように、コンテンツをパンニングするか、この設定には次の表に記載されたいずれかの値か、またはステート値と、オブジェクトアジャスト、ちょっと読んでみますね。これはアジャスト値を一つずつ組み合わせて指定する必要があります。いずれかのグループで複数の値、複数のステート値などを設定した場合の結果は不要です。ここの値は垂直バーで区切ります。次に例を示します。ここで設定された値、ステート、アン、スペシフィードと、アジャスト、アン、スペシフィードを除くは、テーマで設定された値より優先されます。ステート、アン、スペシフィード、ソフトキーボードの状態、非表示、表示が表示されていません。システムが適切な状態を選択するか、テーマの設定に従います。これはソフトキーボードの動作設定のデフォルトです。ステート、アン、チェンジド、アクティビティがフォアグラウンドに移動したとき、ソフトキーボードは非表示、表示に関わらず前回の状態を維持します。ステートヒデン、ユーザーがアクティビティを選択したとき、つまりユーザーが別のアクティビティから離れて戻ったのではなく、そのアクティビティを選んで移動したとき、ソフトキーボードは非表示になります。ステートオールウェイズヒデン、アクティビティのメインウィンドウに入力のフォーカスがあるとき、ソフトキーボードは常に非表示になります。ステートビジブル、一般的に適切なタイミングでユーザーがアクティビティのメインウィンドウを選んで移動したとき、ソフトキーボードが表示されます。ステートオールウェイズビジブル、ユーザーがアクティビティを選択したとき、つまりユーザーが別のアクティビティから離れて戻ったのではなく、そのアクティビティを選んで移動したとき、ソフトキーボードが表示されます。アジャストアンスペシフィード、アクティビティのメインウィンドウのサイズを変更してソフトキーボードのスペースを確保するか、画面上で現在のフォーカスを表示できるようにウィンドウのコンテンツをハプニングするか、バンニングするか指定されていません。システムはウィンドウのコンテンツにコンテンツをスクロールできるレイアウトビューが存在するかどうかに応じて、これらのモードのいずれかを自動的に選択します。このようなビューが存在する場合、スクロールによってウィンドウのすべてのコンテンツを小さい領域でも表示できるとみなされ、ウィンドウのサイズが変更されます。これはメインウィンドウの動作設定のデフォルトです。アジャストリサイズ、画面上のソフトキーボードのスペースを確保するために、アクティビティのメインウィンドウは常にサイズが変更されます。アジャストパン、
画面上のソフトキーボードのスペースを確保するためにアクティビティのメインウィンドウのサイズは変更されません。代わりにウィンドウのコンテンツは自動的にパンニングされ、現在のフォーカスがキーボードで隠されることがないため、ユーザーは入力中の内容を常に見ることができます。この方法は一般にサイズ変更に比べると望ましくありません。ユーザーがソフトキーボードを閉じてウィンドウの隠れた部分を操作する必要が生じる可能性があるためです。導入レベル、ノンヒストリーと Windows ソフトインプットモードは API レベル3で追加されました。それ以外の全ての特性は API レベル1で導入されました。関連ドキュメントがこちらになっています。はい、それではアクティビティが終わって、次が、アクティビティエイリアスですね。ではそちらを開いてみます。はい、アクティビティエイリアス。で、構文の方はまあこのようになってますね。上位の要素はアプリケーション。格納可能な下位の要素は、インテント、フィルターと、メタデータになってます。説明は、ターゲットアクティビティ属性によって指定したアクティビティのエイリアス、ターゲットはエイリアスと同じアプリ内に存在する必要があり、マニフェスト内でエイリアスよりも前に宣言する必要があります。エイリアスはターゲットアクティビティを独立したエンティティとして提示します。エイリアスは独自のインテントフィルタセットを持つことができます。どのインテントがエイリアス経由でターゲットアクティブにできるのか、そしてどのようにシステムがエイリアスを処理するのかを決定するのはターゲットアクティビティのインテントフィルタではなく、エイリアスのインテントフィルタです。例えば、エイリアスのインテントフィルタが Android インテントアクションメインフラグと Android インテントカテゴリーランチャーフラグを指定していた場合、ターゲットアクティビティのフィルタがこのフラグをセットしていなくてもアプリランチャー内に表示されます。ターゲットアクティビティを除き、アクティビティエイリアス属性はアクティビティ属性のサブセットです。サブセット内に存在している属性の場合、ターゲットに対して設定されている値はエイリアスには引き継がれません。他方、サブセット内に存在しない属性の場合は、ターゲットアクティビティに対して設定されている値がエイリアスにも適用されます。属性、Android Enabled。システムがこのエイリアス経由でターゲットアクティビティをインスタンス化できるかどうかを指定します。可能な場合は True、そうでない場合は False に設定します。デフォルト値は True です。アプリケーション属性には独自の Enable 属性があり、アクティビティエイリアスを含め全てのアプリコンポーネントに適用されます。そのためシステムがエイリアス経由でターゲットアクティビティをインスタンス化できるようにするには、アプリケーション属性とアクティビティエイリアス属性の両方を True にする必要があります。いずれか一方でもファルスの場合、エイリアスは機能しません。Android Exported 他のアプリのコンポーネントがこのエイリアス経由でターゲットアクティビティを起動できるかどうかを指定します。可能な場合は True、そうでない場合はファルスに設定します。ファルスにした場合、エイリアス経由でターゲットアクティビティを起動できるのは、エイリアスを同じアプリのコンポーネントか、同じユーザー ID を持つアプリだけに限定されます。デフォルト値はエイリアスにインテントフィルタが含まれているかどうかによって異なります。フィルタが存在しない場合、エイリアス経由でアクティビティを呼び出すには、エイリアスの名前を正確に指定する必要があります。つまり、アプリの内部だけでエイリアスを使用するように想定されています。他のデベロッパーは名前を知ることができないため、そのためこの場合、デフォルト値はファルスになります。一方、少なくとも一つのフィルタが存在している場合は、外部からでもエイリアスを使用できるように想定されています。そのため、デフォルト値は True になります。Android アイコン。ターゲットアクティビティをエイリアス経由でユーザーに表示する際のアイコン。詳細については、アクティビティ要素のアイコン属性をご覧ください。Android ラベル。エイリアス経由でユーザーに提示する際にユーザー可読形式で表示されるエイリアスのラベル、詳細についてはアクティビティ要素のラベル属性をご覧ください。 Android ネーム、エイリアスの一員の名前、この名前は完全就職クラス名と同様です。ただしターゲットアクティビティの名前とは異なり、エイリアス名は任意です。実際のクラスを参照するわけではありません。 Android パーミッション、クライアントがターゲットアクティビティを起動したり、エイリアス経由でターゲットアクティビティに何か実行させたりする際に必要となるパーミッションの名前は、スタートアクティビティやスタートアクティビティ4リザルトの呼び出し元が指定パーミッション、指
定パーミッションを付与されていない場合、ターゲットアクティビティはアクティブになりません。この属性はターゲットアクティビティに対して設定されているパーミッションをオーバーライドします。この属性が設定されていない場合、エイリアス経由でターゲットをアクティブにする際、パーミッションは必要ありません。パーミッションの詳細については概要のパーミッションセクションをご覧ください。Android ターゲットアクティビティ、エイリアス経由でアクティブにできるアクティビティの名前。この名前はマニフェスト内でエイリアスよりも前にあるアクティビティ要素のネーム属性と一致する必要があります。というわけで、アクティビティエリアスまで行きました。では一旦伸びるブログに戻ります。はい、伸びるブログのチャンネルではこのような形で Android アプリを作成する方に役立つ情報の方をお伝えしています。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。